怖いって。怖い怖い、ほんまに見えへんねん、これ大丈夫？ちょっとなんかぶつかったりせえへん、大丈夫？そのまま、はい、ちゃんとやってくれやちょっと怖いって。はい、座りましたよ。あ、もう来てはんねんな。これいつですか？もう誰？え、こけたんじゃない？え、そんなこと しはる人なんや。こけ芸みたいなんとか、そういう感じか。バラエティ寄りの人ですね、うん。え、なんなん、そんな分かりやすいことしはんねや、こけたり。え、もういいですか？え、外していいですか？はじめまして。なんで知らないんですか？え、なんか見たことあるんやけど。本当ですか？え、ちょっと待って、どこで知り合った私たち。え、ちょっと待って、あ、新しい人や。あ、知ってた。え、なんで来たの？ちょっと待って、え、なんなんこの人選。ちょっと待って、いっちゃん、ごめんなさいね、はい、悪気はないですけど、いっちゃんしんどいやん、俺。よろしくお願いします。いや、もう、二郎でええやん。いや、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。いや、よう受けましたね。いや、それ受けますよね。いや、なんでこんなそれ受けますよ。なんでこんなもん受けるんですか、もう、ちょっとほんまに。はじめまして、五代ですよ。よろしくお願いいたします。下の名前は？さきです。さきさん。はい。さきちゃんって呼んだらいいんですかね、五代さん。さきがいいです。さき、そんなに。あの、ちょっと女性、初対面の女性を僕ちょっと呼び捨てできないので、五代さんでしばらく。わかりました。祝福。よろしくお願いします。お願いします。映画、はい、もう、はい、十分か。十分ですけど。あ、はい、留吉、はい、久しぶりやな。いや、久しぶりですけど、もうちょっとこれはもう最後ですよ。俺もう散々 NG 出してきたはずなんで、さすがに次はないので、ほんまにファイナルでお願いします。とめきち、すっかりちゃんばりで見なくなったよな。もうね、なんでどうやって生きてるのか自分でもわからないんですよ。何年か前までは、僕の目標聞いてください、はいはいはい、何ですかって聞いたら、月火水木金土日全部の番組に俺が出る頃ですって言って、言ってましたね。今もう探すので精一杯。いや、もう多分ね、精神的なもうインポなんやと思いますよ。多分もう人間として、そのオスとしてじゃなくて、もう精神的に完全に萎え切ってて、で最近なんか何やってんのかなって聞いたら、後輩連れて京都の野鳥とか撮りに行ってそれお前定年迎えた人の余暇の過ごし方やで。じゃあまあいいですわ。はい、はい、で五代、はい、龍馬潤とか、はいはいはい、相波優子とか、はい、なんか、街道維新やとか、うんうんうん、ビタミンとかでいろいろツイッターとかでつぶやいて、はい、うんうん、まあ、活躍してるけど、なんでお前だけツイッターで陰謀のしてんの？陰謀のしてないのしてない。陰謀なんかのしてない。いや、よっぽどあかんでしょ。陰謀なんかのしたら。したことない。でも言われた前、なんでお前ツイッターでパンツ脱いでパンツのっけてんの？今までお前女子メンバーが陰謀とかのしてたらさ、会社が動いて速攻削除とかさせられてたと思うんですけど。そうですよね、放置やね。そう、もう予防的な感じ。え、私いつ怒られるのかなと思って今耐久レースしてるとこなんですよ。え、汚れ的な感じなんですか？いや、そんなことアイドルです。なんで笑ってるんですか？政治の派。とめきちと五代先には、はい、この監禁ハウスで72時間一緒に生活をし、はい、パチスローを打ってもらう、はい、メダル1枚20バリー、うん、72時間後の最終的なサマイ数が君たち2人のギャラになる、はい、機種はお前たちが大好きなハーです。全然もう散々言うてるけど腹立つんですよこれね。お、散々ハーです嫌いや言うて、で一回なんか番長に変えてくれて、でちょっとなんか腹立つのが新しい方のハーデスになってるでしょ、うん、ちょっと気使ってるみたいなのまた腹立つし。いや、なんでやねん。それやったらもう前の5号機のハーデスの方がなんか需要ありそうじゃないですか。いや、もう終わってるもん、あれ何やんか。終わってるがゆえにもっぺん久しぶりみたいなんがあるんちゃうと思ってたら、これ全然流行らんかったやつでしょ。
ここから流行らせんねん、もう一回お前らが。そんな僕ら求心力あるんですね。それがお前らの仕事。あ、なるほどね。忘れてました、忘れてました。はい。で、監禁ハウス以外から出される食べ物、嗜好品などは、はい、これまで同様全てメダルで購入するか、うん、確定薬を引かなければならない。はい。ちょっと待って、ごめん俺。タバコの方が重要。コンドームはゼロ枚になってる。そう、オリンピック方式で。いやけども、電源オフに1000枚。これ何やな。コンドームについては電源、カメラの電源は45分間だけ切っといてある。へえ、嬉しいですね。1000枚払わんとあかんねんでしょ。でも照明ピンク色は200枚やってる。ちゃうねん。どうやってピンク色にしたの。ちゃうねん。絶妙に思んないから。あなたも、はい、あの、もう公表されてるんですか。そのしてない。大丈夫な。一応アイドルって言ってて、もういいでしょ。タバコは吸われるんですね。タバコ、うん、もうな、陰毛乗っけてるような女や。そう、なんでそんな普通にね。え、まあ、じゃあタバコは重要よ。タバコは重要。タバコはめちゃくちゃ重要。吸われますもんね。むちゃくちゃ吸う。そうですよね、うん、なるほどね。で、あとはまあいつも通りっていう感じやね。そうね、うん、で、正しい、あと5代先めちゃめちゃ酒飲むからな、とめきち。あ、そうなんや。もうほんまに酒もたまには与えてあげやんと。あ、お酒飲まんと我慢できひん感じ。できません。ほんまに。え、1日に1本とか絶対飲むの。え、1日に1本じゃ効かないかもしれないですね、最近の飲酒量。うん、だからなんでこんなアル中のさ。ねえ、アル中の頭いかれたやつ連れてくんの。いやいや、酒飲ましちゃってくれ。飲ましちゃってください。いや、おかしいやん、こんな。酒も吸いたい、タバコも吸いたい。で、居酒屋行ってこいや。ほら、居酒屋から出てくんなやて。ほなら立ち飲みとか行ってきたらええやんけ。じゃあいいか、ルールまだあるよ。君らにとって重要なところ、設定変更だ。はい。もちろん最初は設定1からスタートです。で、設定を上げるにはメダルで購入する場合、全設定共通1つ上げるごとに5000枚。これちょっと優しなってますよね。5000枚で設定した。なんか前バイバイゲームみたいになってましたよね。そう、なんかね、うん、これ優しなってんねん。一つ上げるのに5000枚ですね。で、次ご、ゴッドゾロイ引けば、うん、設定変更できます。はい、うん、で、設定変更か嗜好品か選べる。これハデスゾロイは、え、ハデスゾロイあんやっけ。あります、あります。ハデスゾロイ、それはもうただの確定薬。ちょっと待って、やだ。前なんか許してくれてたやん、確定薬。え、なんかあのクラッシュみたいなんとかも、なんかもうゴッドゾロイどけ。なんでやな。え、ほら全然俺喜ばへんで。え、でもゴッドゾロイの方が確率低いから。そうなんやけど、引けんのよ、やっぱアホみたいに回すから。あ、重要なんよ、ゴッドだけ。ゴッドだけ、ゴッドを引けば設定変更ができます。歌手公認ね、選ぶ歌手公認、どっちか選べるね、うん、っていう感じ。だ、逆に今回から設定変更を下げられるっていうのも出てきます。なんで。これは天井到達時に全回転になると思うんですけども、はいはいはい、その時に3と5が出た場合は設定を1つ下げます。で、もし7揃いならゴッド揃いとして、設定を上げれます。あ、なるほど。で、通常の全回転はペナルティはない。はいはいはい。あ、なるほど。これ天井だって1対1対1でしたっけ。そうですよね、均等なんやな。だから3と5やったら下げられるっていうことだけは注意してほしいね。で、あと、まあ、設定変更を下げられるのは、まあ、重大な違反を犯す。重大な違反って何すか。絶対やるの止めくさんなんですよ。あなた方にとって重大な、セックスまで許してるやつやから。カメラ前で。そう、重大な違反って一体何なんですか。まあ、そこはあのミスター、僕らが判断します。あとミスター X の機嫌を損ねる。なんで顔色を伺わなあかんの。いや、これはほんまにそのしんどいて。ミスター X を近年ちょっと舐めすぎなところがあるんで、これからほんまに何かって言ったら容赦なく下げていきます。じゃあ例によって、俺はまだお前らを完全に信用してへん、はい、身につけているものは全て没収する。手荷物全部没収や、カバンとか。財布とかも全部没収や、ポケットから。
見習い、見習い顔隠してるなんでやねん、お前返せや、もしもし、もしはね、もし返せや、お前何お前アドリブなんしてんねん、やめとけや、お前おいおいおい、あ、見習い見習い、あの目隠し1個だけ置いとけ。なんで五代の前に。なんで、で、今回もちょっと不正がないように念入りに身体検査の方をさせてもらう。そういうことか。連れて行け。え、とめきちさんだけ？え、俺だけ？お前もや。え、私も？念のためお前目隠ししとけ。まだいいけど。いや、何の不意なん？何も出さへんからな。なあ、何もないわ。なあ、何もないわ。何もないやろが。お前なんで靴まで抜かそうとすんねん。何もないわ。なあ。え、な、なに？え、なに？え、なに？どうした？え、なに？どうした？裏も見たらいいやん、ほら。何もないって。ほら。じゃあ、ちゃんと取っといて。え、お前見とく？なあ。え、何もないねん、ほら。ちょっと待って。ティッシュついてる。何が？ティッシュ。ごめんな、疑って。いや、ほんまにちょっと、ほんま納得いかないんですけど。ほんま疑って申し訳ない。まあだからママでもあのないってことは分かったから、じゃあ換気72ザ・ファイナルスタートです。まずは大前提としてとにかく24時間以内に、はいはいはい、やっぱり明日の18時やな、はい、明日の18時までに設定は3までにはしたい。設定3、うん、だって俺ら意味ないやん、賞金持って帰らんと。確かに。そやろ。だからいやでもそうやな。で48時間後には設定6にしときたい。だから24時間とにかく設定6をぶん回せる状態にはしたいから、とりあえず天井に行くのを控えながらゴッと6回引くってことですよね。でも設定1の時は別にいいわけやん。あ、ペナルティーないから。そうかそうか、そうそう、だからとにかくぶん回して、でその全回転で7引いたらゴッド扱いなんやろ。でゴッド引いた時は設定3まではもう設定上げようのがいいと思う。あと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 多分結局その方がメダルがついてきて、こういうのもそうですよね。そうそう。で多分メッシも多分あのタイガーのやつ渡されっから、うん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 、そう結局そのメダルさえ持ってたら何でもできっから。で引き強い。いや弱い。ほなじゃあ打つで。お願いします。五代さんもう解けたね。解けた？じゃあ解けたってお前。初めてお互いなんで若い時のこと知ってんの。俺なんて言いました？よう受けたね。いや受けますよそりゃ。私関係見て育ってきましたもん。嘘つくな。あら、ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ。おいミスター X 出せる今。あや、これ今水持ってきてくれたんですけど、うん、これ大丈夫？何が？あのこれちゃんとしたやつ飲めるやつやで。なんでこいつこんな魂抜かれたみたいな演技指導がなんかされてんの。すごいね、今日大手からずっと無表情で淡々と。これ大丈夫？いや前一回あったんよ。え、これですよね。そう、なんか水がキモかった。なんか最後の最後になんか上野のなんか汁みたいなの入れたりとかしてたやつがあったから。でもこれ大丈夫？豚調べてや、豚じゃあ。痛くないですか？ほら、あ、はい、うん、大丈夫やろ、うん、大丈夫ね。冷たいし信用す、信用す、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさいね。手止めろ。早ない？言うてもさ、もう72時間ずっと今までまあ打ち続けなあかんわけや。はいはいはい、退屈らやんか。はい、で一応まあ換金ファイナルっていうこともあって、まあ、最後ぐらいお前らに余興を楽しんでもらおうかなと。ほうほうほう。いうのもあって、ミュージカルの方を用意してんのよ。じゃあ早ない？
お前らのミュージカルのために3ヶ月前から練習してる。ほんまに3ヶ月間毎日練習したミュージカルがあるんで、はい、楽しめ。ちなみにね、早いねえ、また回し出して30分ぐらいやんな。30分回し出してこんなペース続くぞ。いや、しんどいって。しんどいね。まあ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 、一回から楽しみ、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 そんな練習してくれてるんだから。3ヶ月ぐらい前から練習したから楽しみになってる、ね。じゃあ、監禁スペシャルミュージカルスタート。寒い。今年ももう終わりだな。富吉さんは今換気中。このお世話を持って、お世話になった富吉さんに会いに行こう。やいちやま。お前の声も俺に寄せ。出たな、電話マン。うっせえ、寄せ。いや、もうほら、富吉さんに渡すんだ。うっせえ、俺の電話本気が起きろ。あー、気持ちいい。気持ちよすぎて力が。よし、助けて。富吉のお世話は俺のもんだ。めぐちゃん、かつまー。待てー。出たな、めちゃかつまん。でも、悪いことやめるんだ。すげえ、何これ。この、この、お世話は俺のもんだ。くらえ、電話攻撃。あっ、あっ、あい、あい、い、あい、いったか。あっ、あっ、ガツガツ俺で力が出ない。あっ、あっ、あっ、お世話は俺のもんだ。めちゃかつまん、新しいカツよ。あー、元気あげあげ、めちゃかつまん。あー、めちゃかつ。僕はめちゃかつまん。カツ食べるかい？もう見てこんでくれますか。どうぞ。あ、ありがとうございます。ちょ、なんでやねん。あいつやらせやなあ。あいつも大事が好きなのやろなあ。ちょ、なんでやろ、もうええってなあ。なんでお前だけ部署ちゃんのに来てんねん。なんやねん。なに助けてくれてありがとう、めちゃかつまん。じゃあ、そういうことで、また会おう。いや、もういいです、いいです。じゃあもう行って行ってな、もうなんやな、なあ、なあ、もうええって。まあ水でも飲めや。ちゃうねん、なんで行っても踊ってん、お前が行き上がってんの。じゃあほんまに。それ今何回で？今ね、843です。前転位置はマジで高確率で天井行くみたいですよ。切るで。あ、無事届きそうですよ、1390。全くざわざわも何もしなかったですね。
じゃあやっぱり位置はもう天井で地道に上げていくしかないんやって。いやだからあとは3分の1取ってもらわないと。はい、1399。地ゲームで固まんのか。ちょっとどっちか分かんない。ミスター、さすが、あれやな、むちゃくちゃ出てたやん。さすが設定1やな。いやもう普通に来ましたね、何のざわつきもなく、もうほんま眠たくてしょうがない。いや寝てたしかもなんかほんまにこうなんちゅうのまだ関係性ができてないこう距離のある会話でしょうね。その話ばっかり。1399で止めてますよ。400だった気がするんですよね。じゃあとりあえず叩くやん。ここで7やったら設定1つ上げれるんですね。そういうことね。いきますよ。いやちゃうやろこれ。次やな。いいかな。はい、行きます。来た。これは気持ちいいな。これは気持ちいいですよね。さあさあさあ、いけ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 。お願い。これでもな、2時間ぐらい回してたやろ俺、うん、いや、ちょっと嫌やな。これちょっと7じゃないと嫌や。いやいや、ちょっと言ってほしいな、マジで。いや、1しんどいわ。1これ過ぎてからやんな。そうですね。とりあえず3は抜いてくれ。のけ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 、あかん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 。よしよしよし、もうやぞ。いけ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 、なな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 。いやでもおっさんじゃなくてよかった。いやもうええやん。何のええやん。え、じゃあ、え、ちょっと待って。みんな、メザー X、うん、今の一連の流れ見て、うん、なんか心動かされたりせえ。まっ、だってさ、まあ設定1だから大体天井行くやん。で、1対1対1で設定上がってくれんから、こんないい話ないよ。いや分かってんねんやけど、いやもうええやん、もうしんどかってんて。サバイなんぼ？いやどんだけ使ったんですかね。これな、マイナス2000円。嘘やろこれ。やからもうちゃんとベル引いてくださいよ。きついて。きついわ。まあ、でもこれでそうか、事故らしたらいいのか。これで事故らしたらいいね。え、これでハーデスが出てくるの。ハーデス、ハーデスが出てくるの。ハーデス以上。ハーデス、はみかけだけ豪華になって。いや頑張ってください。おっ、10ゲームもらえてんねんね。なに、これ、これなに。それが ST のやつで。ああなるほど、ここまでいったらジャッジメントがもう一個ついてくるんや。そういうことです。あーなるほど。もう全然見えへんよ。あ、これか。はい。おお、ナイス。オッケーオッケー。これフリーズはあるの。コンボフリーズ、あのドックンじゃないんですけど。ああなるほど。来た来た、ドックンだ。あかんねや。いやちょっとでも1個揃ったら気楽やね俺。あ、すごい。それえ、カットインでのすごいことな、割とあんま出ないイメージ。あ、結構やれてる。おお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 お。ああ、そういうの、あ、前なんかあったよな、ね、なんか。おっ、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 あかんわ。いや、でもすごい、マジですごい。これ、ここまでいったらしまい。そこまでいったら、ジャッジメント一つストップです。で、まだこれは続けられんの。続けられなかったはずです。ちょ、終わっとんな。終わっとんな、システム。なあ、俺開発やったら絶対そんなことせえへんわ。愚行にも。いやでも400割かしええぞ。いやだいぶいけてるやろ。いやこれ平均300っ
って言われてるんですけど、200で終わる人とか多いイメージ。あーすごい。おそうそうそう。すごい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 。え、ちょっとドッグも見たかったね、ちゃんと。あと1個やな、ちょっと欲しいね。あー、こういうことね、ほんまやったらこういう感じだよな。そうなんです。いや、ここまで来たら欲しいな。いや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 、カットにぐらい出そうぜ。頑張って。うわそうか。ラスト。これおしまい。まだまだあるかもしれないですかね。これでも十分でしょ。いやでも十分、ま、十分十分十分。オッケーオッケー。攻略ゲームあったら、これゴッドチャンスや。引けると思う。これ。いけると思う。ワンチャンあるからね。で、そうか、ここからまだ上乗せもしていくわけやからな。いや、すごい。ああ、よかったよかった。あれ見てみ、なんかそんな、別に何も心も何も動かへんわとか言うから、バチ当たって。やるときはやんやで、俺かて。ね、70時間もやらんでええねん。もともとあれですよね、1回目の時って72時間パクスロ打ったら人はどうなるのみたいな、なんかそういう感じだったな。1616枚。で、これやんな。そうですね、それが30ゲームぐらい。終わりました。はい、ということで僕は1回終わって今サマイがマイナス586枚。おお、586枚。うーん、まあちょっとねプラスに見えてるけど1やからな、こっからっていうか。でもまだ企画も1個しかしてはらへんねんな。そうですよね。で、基本的に企画は朝なんよ、はいはい、朝、うん、早朝ってことですか。そう、それとももうあの普通に日が昇った後。いや、昼も何も何もないのよ。へえ。晩飯ぐらいまで。はい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 。で、夜中もなんかたまにあるかなぐらいで。あ、そうなんですね。そう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 。今まででそのなんか小芝居みたいので一番辛かったのは何ですか、見せられて。小芝居、ね、あれかな、なんか落語。ああ、ワンチャイ。そうそう、ワンチャイの落語もなんかもうずーっと同じこと。でもあれ多分動画の中で富吉さんも言ってたんですけど、あの1回の撮影の中で上達するスピード早すぎて驚いたんですよね。あれうまかったらしいよ。え、そうそうそう、うまかったですよ、最後の方。あ、そう。いや、これかなんな、寝るこう取れへんかったらこの椅子で 寝るってことでしょ。そうなんです。まあ、それが地べたかな。いや、じゃあ、何なんぞ、ベジータやないんやからなあ。あと5ゲーム、6ゲームか。次、これは99。とりあえず天井行きましたね。先に読むんです。ミスターで、天井に到達しありました。2連続よ、これさっきやばかったね、ちょっとね、当たりそうやったもんな。そうでした、天井手前で。ちょっと、ちなみに今、枚数は枚数が2721枚あります。マイナス。あ、待って、レボン押しちゃった。あ、押しちゃった。押しちゃった。ちょっと待って。いや、でも、こういう時の方がゴッド引けるよ。本当？いやいや、ジャグラーちゃうねんからな。じゃ、彼女は、気持ちで負けてた。うん。お腹で押しとったで。ゴッド引ける気がせえへんかね。あなたね、お腹で押したって女性のお腹は神秘が詰まってるんやから。ほんまに。ね、そう。確かに。いける。俺は自信あるよ、これ。いやでも確かに私も3は止まらない気する。なんか変に意識して叩くより絶対こう無意識で行った方が良かったよ。なんか確定とかないのかな。大丈夫大丈夫大丈夫。
ゃう。嘘やろ、マジか。気合い入れなきゃダメなんですよ、レバオンは。いや、違う、お前がここでやれたらええねん。そっか、そう、ここで乗せればいいんですね。そう、事故らしたらええねん。そういうこと。事故らしたらええねん、ここで。声混ざってんだけど。とにかくやから、ここであのジャッジメントまで行こう。そうですね、うん、頑張りますわ。いける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 。そうそう、なんていくらでもある。五代はね、引き強いんですって。引き弱い弱い言うてますよ。いや、あの聞いた、カマネギの話しろ。恨みは一日、え、恨みは何か広がるの。過去4回あります。そうあるんですよ。それは強いでしょ。一日2回引いたんやったっけ。いや、それは引いてないですね。だどこの情報やねん。また悪い癖出とるだろ。なあ、話もう、ま、ごっつごっつして。いや、今回そんなんあるん。フラッシュバックあるはず。フラッシュバック何回で超なんちゃらとかありますね。超やったら、だからでも超でも そこまでいったらしまいなんやろ。いや、あの消えない。あ、消えるかどうかの抽選が優遇されてるみたいな。あ、そういうこと。これは消えるのかな。いや、まだ分からんやないですか。100やん。いや、まだ分からんやないですか。こっからだってめちゃくちゃレア役引いて乗せはっかもしれん。無理無理無理。とりあえず見えそうで見えない感じはこれめっちゃいいですね。そう、分かる。ここ、そうなん。五代は女の子も好きなの。女の子好きです。なんか結構あれやもんな、そのコンパニオンの色い女の子とか通ったら、うん、めっちゃ見てるもんな。え、同等なん。めっちゃ、え、同等、両党なん。両党、両党ってこと。好きなのは男の人。いや、分かんない。なんかな、ほんまにこう胸丸出しのコンパニオンの人とかバーって通っていったら、おっさんよりも見とった。え、だってそりゃ見ない。胸出し丸出しのコンパニオンさんが歩いてたら。これだいぶまずいね。いや、いただまずいですね。大丈夫です。どうした、腰が痛かった。ないあとこれあと9回したら72したんですよ。ない全然ないから。今まで監禁の中で一番つらかったエピソードなんですか。食べ物。あ、臭豆腐。臭豆腐。あ、臭豆腐、うん、確かに入ってましたよね、うん、あれはほんまにあかんで。あ、そんなにやばい。やばい。え、嗅いだことない。ないんですけど、私食べれる気がするんですよ。いや、ちゃうねん。しかもあれ生で食うもんじゃなかったのに、知識不足で生で出してきてはったから。ということは火を通さなきゃいけないとか。あの、ほんまはなんかその炒め物とかにして、はいはいはい、食うもんなんやって。へえ、生で直で浮くようなもんではないっていう。あ、そうなんだ。なんかでもご飯に合うみたいなこと言ってましたけど。じゃあ、あの、ま、ミスがご飯に合うからしいから、ご飯と一緒に楽しんでるみたいな。適当に言うとるだけやって。そういうこと。いや、あれはほんまに無理や。短期なのやから多分何の役にも立ってへんっていうことやんな。抽選漏れちゃって低格だったんでしょうね。え、な、なに今の。お、何今の。今の何。今なんかすごい演出来てましたよね。下からボワってに。え、で、なんか別にいつもの演出から下からブワーみたいなやつ。そう呼ばない。いや、呼ばんでいい。呼ばんでいいの。すごい、あんな演出あるんだ。うわ、飛ばしてもうたな。ねえ、しょうがない。ずっと海地だぞ。ねえ、しょぼしょぼやないか。顔もむくんできてるし。なあ、ずっと見てたぞ。いや、ちょっとやっといけました。ただ、なんかむちゃくちゃ見たことない、なんかこう、うん、演出やったけど、飛ばしちゃいました。なんか、ブワーってなったね。え、声だけ聞いて判断してる。声で判断。さあ、どうする。設定上げることもできるし、試行品得ることもできるけど。いや、そこやねんな。だからどうするべきですかね。ちょっとだいぶ難しいねんな。1時ですよ、もう。早く考えや。黙れ今考えとんねん、今一瞬。おいで、なくなるぞ。
何が権利が権利が使えなかったあと3分や3分もくれるんだいやでもな設定上げたところでまた落とちそうな気すんねんな設定上げたところでまた落ちそうな気がすんのよあーなるほどなるほどその後天井行っちゃって寝具寝具にしますか寝具でもう使ったらいいじゃあ彼女に寝具を分かったじゃあ持っていくなんだろうやる気ないですかなんだえ、なんだじゃあほんまえ、おいおいおいいや、まだ1日目のね、今8時間ぐらい経過したんかな、うん、僕たち2人に問題があるんやったら今のうちに言っといてくれますかまだ今やったら、家事切り直せるんで大丈夫、大丈夫大丈夫じゃあ寝具で寝具でオッケー、はい、持っていくわはい回しとっていいですかいいよはいよかったなよかったよかったよかったとりあえず、うん、いや一発目に引けた確定役がゴッドでよかった、うん、いや本当に、うん、ちょっと待ってちょっと待って危ないからなあそんなことあるいやな寝転びだからいやいいよ、ね、寝転びだから、うん、俺だから使うしこれ下に引いて寝転んどきこれ下に引いて、でそれ着てなるほどそう、多分な寒くないですか今俺は大丈夫、大丈夫で、多分これだけじゃ痛いねはいはいはい、うん、そういうこと私床で寝てるんですよ、いつも大丈夫いや、ちゃうね床で寝てるんですよちゃうねちゃうねこいつ大丈夫とめきち気づいてるかもしれんけどまあまあその女アホやぞいや、そうだ分かってるわまあまあアホやからなあ、綺麗だ綺麗だ綺麗だよしよしまあとりあえずよかったよかったよかったありがとうございます、うん、じゃあ早く次のボット引いてくださいいやそうやな次ちょっと待って今トメキチ口の中に何か入ったうんなんかえ、うん、何何いやなんかベロからベっていやなんか毛っぽいもんがえ、五代の毛ですか違うわえ、それ、冒頭でおっしゃってたそういわゆる毛ですか毛が待って待って、誤解があるじゃあ、のね服も着てらして、うん、寝袋まで装着してんのに、うん、それ突き破って俺の口の中に入る毛ってどういうことですか僕も理解が多いだからベロからこう毛抜く時のだから仕草をずっとしたからえでもえあれはでもほんま陰謀じゃないの五代は陰謀じゃないですよじゃあまあそうあの誤解があるんですよ私誤解があるそもそも今見てんねんけどちょ待って言わせてちょっと待って今ちょっと今またビッグバン級の発言が飛び出しそうでしたから、うん、ちょっと、うん、黙っていただけますかいやいいですよいいです続きから私そもそももうあのテンションで今言えない私そもそもまで私そもそもないですよっていうやつ、うん、私の真似してますよねもういいよもうないいよ続きはないよいいですよ冷めましたいいのえそれはもうそのうちわかるそのうち、まあ、富吉さんだけわかると思うどういうことやえ、ちょっと待って、舐めさせてくれんの違う俺、全然舐めるで何もでもおう、今のテンションで俺8時間いけるおう381万純増はいいねそれはないわ。しょうがないですね。もう。
もちゃ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 。よしよし。おっしゃおっしゃおっしゃ。ああ、いやでも十分ですね。十分十分でかい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 。よし、うまい。うまい。オッケー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 。めちゃめちゃうまい。よし。お。これもいったやろ。うまい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 、いいぞいいぞ。でもさっきと一緒までいったな。そうですね。よし、うますぎる。オッケーオッケーオッケー、いいぞいいぞいいぞ。いや、こうなったらジャッジメント取りたいな。本当ですよね。結構です。よし、来たやろ、これが来たやろ。よっ、よかったー。オッケー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 。あー、よかったよかったよかった。すごい、やばいですね、ハーデスの今日上の。なあ、すごいな。やばいですよね。700か、これで。すごい、よかった。よかったー。よかった、ほんまにすごい。ありがとうございます。あ、そうか。ジャッジメント。まだこれがもらえるのか。今マイナス3001枚。3001枚。で、若くとか、あ、そっかそっか。まだまだか。まあ、でも見えてきましたよね。いや、ちょっと見えた。うん、そう、まだハーデス来るみたいです。マジで。いや、そうか、まだプラスには全然遠いけど、全然全然ここで逆転できる可能性はある。可能性はある。うん。まあでもとりあえず頑張ってくれ。はい、頑張る頑張る。そう、基本的にこのミスターは、うん、あの我々のことを応援してくれはるから、うん、そうそうそう、そう、ちゃんとお金持って帰ってほしい派の。ああ、そうそうそう、なるほど、いいミスターだ。 そうそうそう、そうやね。あと他にただ苦しめたい派と、はいはいはい、あの是が非でも金は持って帰らしたくない派なんで3派閥に分かれてんのよ。え、ちょっと打ちますね、じゃあ。うん、いや、もう口ベロから毛取るやついつ出んのかなって俺電波送ってたのに。いや、ちょっとタランタラン、あのごめんなさい、こうやって欲しかったちょ、ごめんごめんごめん。イエーイ、2000枚オーバー。すごい。今回の朝食とか食べ物系で一緒にどうしたらどういう反応します？いや、もう帰って普通に何遍やらすんねん。そんなやだったんだ。いや、お前体験してみ、マジで嫌やから。でもたくさんもう本当にヤバかったって言ってて。うん、あいつの時が修道夫。そう、ミキサーもそうだし、白米の上もそうだし。今2時なんでどれぐらい取ったかな。8時間だった。8時間、うん、なんであと64時間あるわけですよ。やっぱね、じゃあそれまでにグッとやっぱり距離近づかなあかんと思う。で、グッと距離近づかなあかんためには、富吉はもっと具体のことを知らなければならないということで、はいはい、監禁サイド側から5台に100の質問という VTR を作りました。あ、されたんや。されました。あ、珍しいね。そんな初めての試みじゃないですか。本人にもちゃんと取材です言うて、とめきちと今見てる視聴者様にやっぱり五代のことを少しでも知ってもらいたいなと思いまして、はい、こっちとしてもね。ありがとうございます。めっちゃ相槌ちまつやん。だから100の質問を作りました。で、ここから100の質問の中からまあ、ちょっと時間の都合上100個全部あの見せることにはできないんですけど、はいはい、抜粋したやつの中から5問だけクイズ形式になってます。1個正解するごとにタバコ1本吸わせてあげます。めっちゃええやん、それは。いいですか。うん、で、間違えたら僕のチ
しゃぶれるみたいな話誰がですか誰がとは言わないですけど、え、どうですか、正解したらタバコ一本ずつだけど、うん、僕は不正解したら僕をしゃぶるみたいな、はい、そういう感じですか。私の口から、まあ、そこに関してはあのカメラ止めれる系みたいな、まだ足らんわ、まだ全然足らん、うん、ほんまカメラ止まってるところで、はい、名古屋でもツッ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 素晴らしいですよ、はい、いや、やりますよ、やってみますか、やりますよ、やらへんなんていう選択じゃございません。わかりました、うん、じゃあ5台は多分答え分かってると思うから、はい、不正したらあかんで、うるさじゃあ、5台先への100の質問。おい、全然顔違うくない？趣味は何？スマート、スマート違う、ほんまに。特技は何？スロット。これは自分だけって思う癖は？髪の毛触る。タイプの男性はどんな男性？ほんとでかっ、はい、さあ、5代の好きなタイプ誰っていうことです。これはね、はい、あのさっきからも会話出てます。出てました。あの豆な人です。え、豆な人っていうのは何？え、何？ほんまにビーンズって思ってんの？そんな人おらんからな。何この手、ビーンズ、これビーンズじゃないの、俺が言ってんのは、うん、じゃなくて、その、なんていうのかな、あの要は自分の身の回りのこととかをやってくれるような人。だからまあ多分その奴隷みたいなそういうことじゃなくて、黙っててもその多分お掃除をちゃんと一緒にやってくれたりとか、多分決して何もやりたくないわけじゃないね、料理得意やもんだから。話聞いてると、やから、そう、そういうことをちゃんと気づいてやってくれる、うん、だからその料理をやったら、うん、あの洗い物をこうやってくれたり、うん、掃除をやってくれたりとか、うん、多分そういうことを気の回る人、気の回る人、え、どっちだよ、まめない人か気の回る人、どっち？いや、もう一緒やねんな、さあ一緒なんよ。いや、それビーンズそれビーンズな、じゃ見てけや今俺これやってんねんから、つなげて。タイプの男性はどんな男性？おじさん。じゃあ、ちょっとおじさんです。なんて言ったか。ちゃうさ、なんなん、こんなん無理やわ。最大で一番年上は23個上。もうそんぐらい離れてる方が好きです。23個上って、ちょっと待って、いくつや？28言うてたっけ？29か。29です。じゃあ52とかってこと？いや、付き合ってたのは18とかの時ですよ。でも今でもおじさん好きや。じゃあ今50何歳のやつとかが好きってこと？いや、違う、その最大がそれってだけで、別に53歳でも別に好きな人が好きになりますよ。そうそう、おじさんが好きらしいです。さあ、いきますよ、どんどん。え、ちょっと待って、もう一回落とした、これ当てて、ちゃんと。さあ、初恋の男性の人なんだね。音ごっついですけど。ゆうすけだった。ゆうすけ、ちなみにそのゆうすけはどんな男性だった？え、保育園の時に私が歯ブラシで唾飛ばしてて泣いてるような男の子だった。歯ブラシで唾飛ばなんか歯ブラシ、下の歯とか上の歯の裏側を磨くと、なんていうんですか、シャッシャッて前に唾飛ぶの分かりません？はいはい、あの水が飛ばしてる。そう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 、それで泣かしてるような男の子だった。なるほど。聞いてません？男性のキュンキュンする姿はどんな時？はい、待って、なんだろう。いや、ちょっと分からへんって。こんな思い出した。男性の、でもさ、今の尺長かったじゃないですか、うん、めっちゃ見してきたじゃないですか、うん、あのその歯ブラシで産んだら、なんか歯ブラシでこうシュッシュってやって唾飛ばすして追いかけましたやろ。そう、妖怪やもうほんまに。で、そこめっちゃ聞かしてたってことは、うん、そ、関係あるってことじゃない？まあ、わからんな、そこは。まあ、関係あるっていうのはあるかもしれない。だからそこ聞かすってことは、唾飛ばしてんねやろ、うん、お前、こうやってそこが、だから繋がってくるわけですよ、うん、あの好きな男性の仕草、うん、キュンって、うん、
この辺から唾が前に飛んでくるじゃないですか、うん、唾飛んでくるね、飛んでくるじゃないですか、うん、おお、ボクサーボクサー、おお、ボクサーボクサー、おお、呼び出てくる、呼び出てくる、これ、はいはい、これ、これ、キングっていう、うん、唾、唾避けてんので、うん、お前正解する気ないやろ、何がやねん、キュンとする姿、何がやねん、何がやねん、気に入りしたん、ツバを避けてる姿でダッキングしてる避けてる人がキュンとする姿、キュンってくる、なるほどね、なるほど、はい、じゃあ正解するかどうか一回見てみましょうか。いやでもこうそれしかないもん、それいつも考えるんですけど上乱になった時かな、あの上乱になった時ちゃうやん、ちゃうだってキュンキュンするとこですよ、いやちゃうねん、キュンキュン、誰がこれにキュンキュンするんですか、ちゃうねん、ちゃうねん、ほんで見せたえ、じゃあもうほなもうないらんもん見せんと、さあ今のところ2問中2問外れです、ちょっとあと3問しかない、まだ多分3問据える権利はある、え、ちょっと待って1問目何やったっけ、1問目が1問目が好きなタイプおじさんで、おっさんやったね、で今までキュンキュンが上ラ、さあ、続けていきますよ、元カレの人数は多分12、多分その中で一番思い出に残っているのは誰子供の頃の夢は、え、でも、え、29やろ、29です、子供の頃に夢やった、で、その夢は卒業文集にも書いたらしい、そう、書いた、で、こうやってきた、で、おっさんが好き、うん、花村ジュン当てる気ないやろ映画のネタバレする評論家ちゃうやん、今のは答えじゃないよ、アンサーじゃない、浜村ジュンではない、牽制しただけです、うん、これ当ててほしがってるね、これはサービス問題、これ P さん完全に俺たちにタバコ吸わせてあげたいって思ってる、思ってます、え、ちょっとヒントもっともらっていいですか、それは職業なのか概念なのか、まあ概念に近いかな、じゃあもうこれはあれじゃない、お嫁さんとかじゃないですか、でおってもおかしないなのなみたいな、甘さん、えじゃあ甘さんで、うん、もっとおかしないもん、うん、よく絞り出しましたね、甘さん、甘さん、おふ、あったかいお布団になりたいなんてわかるわけないやん、こんなあと2問よ、結構ありますよね、尺、うん、あと2問やで、当てて、わからへんよ、今まで一番ひどい体験はムラムラくる瞬間はどんな時、これ問題にならないんだ、夜2時ぐらい、まやん、やばいな、どういう2時だったら、もう3時だから2時ぐらいに眠気と同時に来るかな、これまでの経験上、年上の異性と二人っきりで密室に閉じ込められた場合、セックスまで至ってしまう確率は何パーセント？ 100%。 自分から襲いかけて、そのまま襲ってくるのを待つ方、いや両方楽しいな、両方好き、前世吉野でお酒を飲んだ日の夜、吉野が先に帰った後、終電を逃してしまった前途、よく知ってますね、よく知ってますね、そんな話、はい、あ、終電を逃しおったんや、そうなんですよ、前津さんが吉野部と前津と3人でお酒飲んでないって、吉野部もまあ帰りやって、前津さんも終電なくしたと、はいはい、で、そう、タレコミ情報によると家泊まれ泊まれと、前津にずっと、ああ、お前が言うてたん、言いました、ああ、なるほど、はい、で、赤裸々に語ってもらいました、ほんと、全てを言いました、これはどうなった、なんでやったおさあ、どうなったっな、二択やな、じゃあ、多分これはまあまあまあ、確かに、いや、これでも今の流れでいくとやったっていうことなんやろうと思うんやけど、うん、お前が断られた、前津さんに、はい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 、はい、うん、あいつはね、あの同業者に手を出すようなやつじゃない、
あと真面目やし、その同業者ってその演者とかっていうことじゃなくて、仲間内、身内に、身内に手を出すやつではない。たとえもうフル勃起してようが何しようが、というのも、うん、自分が微妙な立場やっていうことも非常に分かってるはずやから、あいつ、うんうん、ね、そういうところでしかも新人の女の子に手出したとか、うん、でだったらもうどん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 あいつは立場も悪なるし、うん、うん、あいつはやから行くのを断った。親友ですもんね。あ、いや、まあ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 、ほんまにいいね。うん、大丈夫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 。いや、そこは俺、はい、信じてるから。あの写真をモザイク一応入れてるから。なんでお前本番中の写真やん。さあ、あの日、終電逃しちゃって、前日さんが雀荘に行くって言ってて、で雀荘に行って朝まで待つか、もしくは自分で選ぶホテルかなんかに泊まって朝まで待つって言うから、それいや、それ大変だからって言って、うち来てくださいよって言ったら、今マイナス1340枚、これが終わって多分マイナス1000枚ぐらいになるのかな。そうですね、うん、3だったらいける。でこのハーデスの後にもう一個あるからね。そうですよね、それがまあ犬なのかな。犬でもまあ50は最低乗るわけやろ。そうですよね、だから200乗っけたら射程圏内、うん、どんどんまでデジャブみたいな。ああ、はい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 、はい、ロスト700ゲーム回したんか今これ。そうですね、な2606枚。オッケーオッケー。で次またハーデスが来んねんな。そうですね、順調めで。ちなみに今現時点でマイナス1014枚。1014枚、だからもうここやな、大事な。いや、そうなの、有利区間とかっていうのを無視してたら、ここ300乗っけたら、うん、次が犬やったとしてもまあほぼほぼやね。そうですよね、感想なんのかな。あ、今フラッシュバックしましたよね。なんか出てき方違った。犬のフラッシュバックある時って超ハーデスか、あ、違う、あ、普通のハーデスも含まれるんだっけな。なんかあったな、そんなんな。乾燥に向かってるとかありますよ、このもういや中身が。ああ、なんか6号機な。そうそう、6号機あるあるで。うわあ、でも超の可能性あったりしませんかね。うわー、これも復活ないのかな。うわー、マジかー、わかんない、もう一個もハーディスかもしれませんから。いや本当ですよね。こんな取れるんだと思いましたよ。まあだいぶ良かったけどな、振り分けな。意味一回もないですもんね。意味もない方ですもんね。3233枚、結局マイナス387枚。387枚、もうワンセット取れれば、これ戻せたらありえますよね。でこれ戻せんかったら、じゃあ交代しましょうか。わかりました。おお、2回目。え、激アツやろ、これ3回目ってことやんな。次、すごすぎる。よし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 、リプレイからですよね。リプレイやったな、すごい。オッケーオッケー、いいぞいいぞ。これ犬でもいいですよね。いいぞいいぞ。で、マイナス413枚。413枚。いや、犬では良くはないやろ。ペルセポネの方がいいか。でもな、もうね、もう犬ですよね、きっとね。まあ、でも犬やろうな。歯です。ああ、そうやね。まあ、そうですよね、まあ、400やから、150ぐらいですね。引き抜けろ引き抜けろ。くー、100か、ギリギリですね。でもすごい。
100ドルタワー嬉しいな。嬉しい。たらんだ。いや、純蔵を上振れれば、うん、あと上乗せ、じゃあ、押し順ミスは絶対したらあかんな。そうですね、俺今日2回ぐらいしてもうてるな。プラス1枚、やったー。お疲れ様です。やった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 。あ、いやでも十分めっちゃ頑張りましたね。マイナス47枚、まだ1000円分1000円分1000円分はい、じゃあお疲れ様。ちょっと一旦寝てください。小田さん、473枚マイナスで、ヘルグレイブで引き戻しました。ヘルガイペルセポネなんだけど、すごいね、今日犬1回しか出てきてない。よしよしよし、よいしょ、上がっちゃって、あ、おー、よしよしよし、いいよ。47枚、合計1095枚獲得で74枚プラス。よし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 、もう一回ヘルグレイブで引き戻そう。お、いいね、出た。よしよしよし、ここで3段階かな、今と。っしゃ、ヘルグレイブめっちゃ上手。44ゲームでプラスが4枚、まだプラス。よし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 、はい、
最低保証50ゲームです。いやいいよ、繋がったことが大事だ。最後176枚獲得して1198枚はい、プラス180枚ですな。ダメか、手伝いましょうか。何をおしっこどうなん。え、今プラスですよ。マジで。そう、100枚、200枚ぐらい。いや、すごいすごい、ありがとうありがとう。マイナス1762枚。おー、結構まだいったな。もうだってあと80ゲームぐらいで天井なんで。うん。でね、あとちょっとこれ見てほしいんですけど。分かった、じゃあちょっと、うん、もっとまあ元気になる、はい、あの朝7時半やから、うん、監禁恒例のちょっと元気になる音楽かけてあげるから。8時まで待ってあげて、ちょっとぐっすり寝てはんねん。いやもうあの8時から朝食やから7時半からはもう監禁恒例の音楽があんのよ。そう、元気出そう、元気出しましょうか。無理や、無理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 。何がめちゃガツマンじゃい。すごい映像と歌がマッチして、すごい中毒性がある感じだったね。いやいやいや、じゃもうなんかもやからめちゃガツマンのあのなんていうの、正気のなさ、うん、とあのもうあの不協和音でなんかもう、うん、とにかく不安な気持ちになっていくんですよ。ほんまに。え、五代はどうなってるの今。ピクッとも動かんとね、通る。え、めちゃガツマン流れてるのに。流れてんのに。ただね、こいつね、あの寝顔がこう、なんやろう、え、意外に可愛いんですよ。意外に意外に可愛いんですよ、あんな感じやのに。なんかこの寝顔を守りたいって僕は思う。あ、だから、そんなに、え、勃起の方はどうなったんですか。勃起はね、あのめちゃカツマンのおかげで収まった。収まった。あんだけ30分、40分、俺クソもんないこのハーです天井に向かって打ってても、うん、収まらんかった勃起がめちゃくちゃ体操で、うん、一気に収まりましたよ。めちゃくちゃやばい。そういう効果がね、そう、気持ちっていうか、そういうあの鎮静するというかね、うん、そう、沈める効果があるんで、うん、すごいよ。なんかわけわからんみたいになってはる。どういうことですか。いや、ここどこみたいな。起きろ、監禁ハウスや。監禁ハウスに朝が。監禁ハウスで止め吉が天井まで行ったぞ。これ起きろ。起きました。なんて。起きましたって。起きますか。いや、ほんまにめっちゃ寝てはったんやわ。めっちゃ寝てましたよね。ああ、すんなりいくよ。
あれ次え8401あれあ、これかね。さあ、いや、ここほんま取らんときつい。3回目の天井全回転。いや、これマジ7取らんときついよ。よっしょいら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 くわこんな弾けないかなゴッド嘘やろなんでなんでおはようさんおはようさんおはようございますなかなかパチの展開は厳しいようやけれども監禁1日目のやっと楽しい楽しいお食事タイム、うん、お腹すいた待ち望んだやろはいお腹もペコペコちゃうんかいやめっちゃめっちゃ減ってますよめっちゃ減った正直そうやんなうんということで今回は男と女って言えばもちろん恒例のラブゲームということでございますはい、一日の朝食ラブゲームはポッキーゲームっていうことでずっとポッキー持ってんすよはいねあとお前チャック開いてるからねさっき言うとくけどあの半分ぐらいここな、うん、ずっと気になってんだけどチャック開いてるから目隠し最初なしで、うん、ポッキーを両端から食べ合いますはい、うん、で2回目は目隠しをして食べ合います、うんはい、で日本の合計が6センチ以内なら君たちが好きな食べ物をあ、公的でくれんの買いに行きます日本の合計が6センチってなどういうことだった3ってこんなんやねいやそれはお前のチンチンやこんなちっちゃいんだよ今のちょっともうちょっとメジャーでやったってメジャーでえ、3センチってだいぶやぞいや3センチめっちゃ短いやん短でキスをしてしまった場合はドボンああなるほどなるほ ど、ね、で長なってもドボンでもし、キスしてしまったり、あるいは失敗してしまったりしてしまった場合は質素な食事という感じになります質素な食事の内容は教えてもらえないんですかいつもの感じやお前の大好きな三角形のあれ三角形のおにぎり塩むすびだ最悪1個は例えば 4センチになってしまった場合でももう1回は2センチすればいいだけや合計で6センチやからちょっと待ってちょっと待ってこれお前ら絶対ロケハンしてない絶対してない嘘ついたな測ったな。だって冷静に考えてみんよ。3センチなわけや。やろう。でもこの3センチって唇の先から先じゃないぞ。加えてんねん。ん？この3センチのポッキーは両端を口にお互い入れた状態で、うん、あ、そうか。で3センチやから、もうここついとんねん。なあ。トメッチ見て。何？ちゃうねんそういうことちゃうねん唇がゼロやそれにしても結局加えてるわけやんなで唇の厚みがあるわけですよあるかちゃうやんちゃうやんちょっと何眠っとんねん気持ち悪いペロペロまあ一回やってみやってみて分かるまあまあうんでもこれおた絶対お前らやってへんやろなあおいいやまあまあまあ行こう行こうで4センチに収めたらいいねな4センチえく加えてる部分は除外って言ってましたよね
何が、まあとにかく残ったやつがってことやな。そうそうそう、残ったやつが。むずいな。ベリーで立った方がええやろ。立った方がいい。うまい。うん、ちょっとまあ今とりあえずお前は目をつぶっとけ、うん、なで、さあポッキーゲームスタート。いいとこまで行ったんじゃない？うん、だいぶ行った。これさ、私の口の中でちょっと折れたんですけど。大丈夫、それはだってええやん、別に食ったんやし。そっか、そう、そこは何センチ？これ俺多分3やと思うで。俺何センチ？3。おい、6いけるやないか。おい、でもちょっと待って、目隠しやろ。目隠し、目隠しありか。あ、これは思った以上にやばい。え、あの、加えるところまでは。あ、いい、いいよ、加えるところまでは。あ、なるほど、うん、これだよ、そのままで。これは思った以上にやばいぞ。で、加えた瞬間に、つけて。これはさあ、これで5センチやったら行くで。いいよ。はい。さあどうだ。ああ、まず何から書いていいもの。どうだ。鉛筆を走らせるのも狙われるな。結末の先に必ずいるのが君で、それちょっとどうでしょう。うわ、待って、めっちゃ飲むねえ。さあ、これは無理でしょ。測ってみよう。うわ、マジか。5センチですよね。うわぁ、うわぁ、何センチ？7センチかな。ひよったなぁ。2センチやろ。あ、つけてください。てっきり汚いな、あれは。大丈夫、大丈夫だ、いいよ、いいよ。同じ状態系の人間みたい。 BL みたい、BL みたい、BL、BL、オッケー、オッケー、オッケー。はい、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 え、すごい、すごい、すごい。ほら、え、今、触れてなかった？触れてなかった、見た？1.5 センチくらいだった。ちょっと待って。もう今日ハーデス入れてますからね。いけますよ。ちゃうね、もう手遅れやねん。今何枚ぐらい前です？-2000枚。そんな2049枚。私に戻ったんだな。いや、そりゃ天井行ったらそうやって。いや、だから俺はここでやっぱゴッと取っとかんとあかんかってんな。いや、ほんま申し訳ない。おかげさまで薬に塗れました。疲れて起こされても起きれるしかなかった。いや、君はでもあれやね、見てて思ったんやけど、あのそんな感じやね、寝顔はなんか意外に可愛らしい感じなんやね。本当ですか？はい、書いてないですよ。本当？うん、最悪や。しんどいですね。最悪や、これ一番あかんやつやん。ゲーム300円ぐらいですね。あー、375枚。1700枚だって。ねえ、いける、いける、大丈夫、大丈夫。戻したいね。なんでやねん。あれ、でも謎もんってすみません。ノー。あ、お、当たったですよね。うん、初めて。よかった、早い、早い。
あ、天国スタートやったってことか。すげえ奇跡的に。早い。当たんねんな。当たることあんねんな。修正されてないと思ってる。いや、だから天井とかそう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 、それって低設定。ほら、ほんまやな。ちょっとペルセポネさんお願いしますよ。いやー、カットインぐらいくれよ。むずいなー、100むずいて。朝ごはん食べるか。はい、いただきます。じゃあいただきますね。はい、ありがとうございます。じゃあゆっくり召し上がってくれ。はい、いや、なんか腹減ったわ。お腹すきましたよね。めっちゃ。いただきます。うん、いただきます。うまい。うん、うん、うまい。すごいね。コンビニのおにぎり最強に美味しいですね。いや、最強ではない。最強に美味しいですよ。386枚、残り1000、マイナス1400枚。1400枚。おお、オッケーオッケー、やったね。すごいですね。ここでワンちゃん以外出したらいいよね。いや、さすがにな。さすがにそれ出てきますね。お、おお、ごつい。でかい、50。いや、50乗ってくれてよかった。本当ですよね。ほぼ100やし、いいです。おお。よし。え？どんな感じ？乗らへんかったで。どんな感じですか？乗らへんかったで。めっちゃ悲しいね。こんなことある？なんだろう、カップル系のゲーム、イチゲーム。556ゲームでございます。マイナス1228枚。徐々に減らしてってる。徐々に減らしてってる。もうワンセット取れたら1000枚切りますね、マイナス。お、666、ここで決めたいんですよね。ちょっとほんまに、これもう青しかないんやろ。え、私さっき黄色出しましたよ。これのクリスタルの。よかった、やっぱ当たると嬉しい。これは嬉しい。やっぱ当たると嬉しいですね。うん、これは嬉しい。いい音鳴りましたね、うん、今。これは嬉しいね。しかも今、あったな。ね、ありました、ありました。おお、しかも。そうだそうだ。あ、そうかそうかそうか。いや。いや、でも十分ですよ。100個乗りましたもん。この、でも200か。なあ。はい、670枚。1100枚ぐらいだったんかな、マイナス。全然違った、2085枚。あ、でもチャンス名で仕上がってないな。仕上がりました。え、チャンス名でそれ何回までいったの？3回と2回かな。あの、1回じゃ上がるな。おおおめでとうございます。おー、そう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 、ふっといてよかった。そうそうそう、これはいいよ、これはいい。うん、これはいい、これはいい。あー、でも平均こんなもんやろ、多分こいつ平均150です。なあ、そうやんな。オッケーオッケー、まあ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 、つなげてってるのがすごいですよね。なあ、これで1000枚だったのが。そうやんな。1500枚くらいになる。500ぐらいなんとか。
それ残しといてほしかったな、これな。確かに。1261枚で、O 残り、マイナス1491まで来た。O なのか。1500まで戻ってきましたよ。いや、だからこれもまた戻せたら、戻せたら1000枚ぐらいになるんですね。頑張ってください。はい。お、聞いてます。え？え？え、さすがにちゃうやろ。え、だってあれでこれあります。あ、え、右上がりってもう7ですよ。バイトがなかんやったよ、お前。ほら、一回外してよかった。そう。え、すごい、やっといけた。あれで、あれで。あれであるんですね。え、ただの炎やったよな。ただの炎だったと思います。なんか強いとか弱いとかもなかった気がする。やったー。ありがとう。ミスターが。やった。ミスター。ミスター。全然反応ない。おめでとう。あれあれどうした。あれずっと見てたぞ。嘘つくなや。いやいやいや、じゃあめちゃかつまん、その辺教育行き届いてへんで、めちゃかつまん割と素になって、あの大将は上で作業中ですと。まあでも設定変更ですよ。あ、設定変更がもう間違いない。分かった、じゃあめちゃかつまん設定あげたって。いや、ちょっと待て、ちょっと待て、まずこれを消化してから。消化してからや。これ気づいたらやばい。消化し終わったら、消化し終わったらめちゃかつまんに歌ってくれ、うん、で、しかもやで、マスター、うん、マスターちゃうわ、ミスター、うん、あの今マイナス1500枚やから、あ、まくれるやん。そうそう、多分このコント消化したらまくれた上で設定に突入。しかも設定変更だから朝一の、うん、暑い状態から、こんばんは、ビールいけるかもよ。いや、でもこれしかもさ、まかり間違ってこのゴッド中にまたゴッド引けたもんなら、接点3まで、え、接点3までステップアップできるってことですよね。うんうんうん、いける。ね。いきます、いきます。ちょっと待て、五代。はい。お前生足かそれ。え、そうですよ。あのタイツ履いてたんです。臭くなっちゃって。大丈夫か、パンツ見えるパターンのやつじゃねえの。パンツ見え、まあ、見えてもいいんじゃないですか。いいんかい。スカートやんなそれ。下スカートです。でもめっちゃ短いな。え、そんなに短いかな。じゃあとりあえずおめでとう。はい、消化したらめちゃかつまんに言ってくれ。了解です。了解です。うっそ。うーん、まあでも長ケルの可能性も上がりますもんね、ゴッドちゃんと。いや、まあ、かもしれへんけど。うわー、ロングズ。いや、でも、1個紛れてるのしょうがないですって。まあ、ね、残だから。あー、あっちゃー。おー、おー、でかい。おー、いいよ。おー、でかい。でけえ。でけえ、でけえ、でけえ。なあ。140はでかい。でかい。ケグベロスで140はでかい。ありがたい。で、これで、あと210になったんか。そうですね。一応理論上。200ゲームぐらいあれば。よし、ケグベロスでなければみたいなところあるね。そうですね。うん、ペルセポネでもワンちゃん。うわー、マジかー。ここに来てーなー。これぐらいでまた引き戻せばいいか。一旦待って。何それ。いや、よく俺もよく分からない。引き戻すタイプらしい。引き戻すタイプの人。と、あ、マイナス316やって。やし、まあ引き戻せたら。うん、あと1個。あ、2436枚。あ、残念、引き戻すタイプやったはずなのに引き戻せなかったですね。あっさり終わっちゃった。終わった。終わりましたよ。え、で今サマイは？サマイマイナス359枚でございます。おお、もうぼちぼちまくりそうな感じやな。ふぅ、お疲れ様です。いえ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 。今回の監禁のお昼ご飯は、はい、留吉覚えてるか、
誰かの時は孝太郎の時やったかな、監禁パチンコってやったん。あー、はいはいはい、ありましたね、監禁パチンコ。あれ孝太郎さんの時ですか。図柄が揃って揃ったやつがお昼ご飯なんですよね。そう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 。あー、なんか見たな。はい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 、はい、っていう監禁パチンコで、今回お前ら揃ったやんか。はいはいはい。で、そもそもパチンコ自体おかしかったということで、だと今回は監禁パチスロイエーイ。監禁パチスロの展開によって豪華なお昼ご飯が食べれる。あらあら、それは嬉しいです。いや、あの確かに監禁パチンコ俺口出せへんかったもんな。なんかあーいいの来た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 と思ったら、最後なんかそうそう海物語の走るみたいな状況でなんかビヨンみたいな感じでなんかマジで鼻くそみたいな飯当てがわれて俺だけみたいな、うん、なんかあったん覚えてますわ。だから今回監禁パチスロやから、君らのおなじみの演出が出てくると思うんで、はいはいはい、何が熱いとかこれは絶対いけるとかっていうのは多分分かると思うんですよ、はいはいはい。例によって先行後攻決めてもらっていいですか。ああ、なるほどなるほど。いや、もう今決めたらいいですか。いや、もう好きな方決めていいよ。後攻がいいです。後攻がいい、うん、じゃあ俺が先行や。先行、じゃあ留吉が先行ですね。はいはい、じゃあ先行のパチスロ演出。ちょっと待ってくれるか。俺前回も言った思うけど、うん、それお前らのさじ加減やん。いや、じゃあちゃんと先行後攻聞いた上で、ほな始めようか留吉のスロットって、もうお前らのさじ加減やねそれな。聞いて聞いて、そういうことはもうほんまに監禁ハウスはやらせ一切禁止にしてんのよ。こうだからほんまに先行は先行、高校は高校っていうファイル名ついてます。ああ、なるほど、なるほど、はい、はいはいはい。で、不正があったらあかんためにいろんなファイルの中からランダムに1日目っていうふうに選んでます。ほうほうほう。だから何が出てくるかは分かんない。ほうほうほう。だからおそらくこれから監禁パチスロが、まあ、続くんですけど、その中からランダムに選んでるんで続くんや続くんですね。なるほど、わかりました、わかりました。じゃあそこはもう信じますよ。わかりました、信じてくれる、うん、はい。じゃあ監禁パチスロ用意お願いします。でも結局俺らレバー叩いたりできひんわけ。ちょっとなあ、ちょっとさあ、なあ、なんなんちょっとこれはセンスがいいかもしれない。なんなんこれ。なあ、じゃあもうちょい隠してくれや。しかも全員同じ人。スヤマって書いてある。スヤマって書いてあるのか。スヤマ、スヤマ会社に借金でもあんのかいうぐらい。なあ、こすられるやん。ねえ。あた、あた、終わったー。めっちゃこすら、じゃあ上。ちょ待てや。なあ。なあ、そうな、何してんの、キモいなあ、こいつ、一人を隠してた。で、誰らを、これ、大崎さんやな。うん。あ、ほんとだ。やっぱ、元芸人学校行ってただけに、ちょっと顔の表情作りとか、やっぱ、うまいね、上野とかに比べて。この、ほら、ほら。表情作りがうまいねなあ。あ、傍聴派ですよ。うわ。上の神経を豪商派。上の豪商派。え、上のがこれでこっち見てくんなって。気持ち悪いな。見てくんなって言うてて気持ち悪いな。いや、あちちあちちじゃないねん。気色は。ウヌの力はその程度か。あー、クマ動いてるやん。あ、やった、やった、喜んでる。いや嬉しいやろ、面白すぎる。焼肉弁当や。いや、めちゃくちゃ嬉しいです、ほんまに。いや、めちゃくちゃ嬉しい。うん、これで、なんかお前不正がないっちゅうの分かるやろ。分かりましたね、はい。そうやろ。じゃあ高校のパチスロ演出お願いいたします。あんた、あんた、終わった。
られすぎやねんな。気持ちはなんで見てもめっちゃキモいなこれ。すげえ前髪どうなってんの。上の。おお。相変わらず顔がプロやねん。表情の。お、お、お。ちょっと。時。チャラっていう上に。なんでやねん、邪馬台国の人やな、これなあ、邪馬台国の人とちゃんと邪馬台国の人力は衰えてないようかな。顔濃いわ、顔濃いわ、眉毛とかもうほんまいろいろなあ。何してんのお前ら、だが俺の冒険、いつまでにできれるかな。ちゃんもと、芸人学校行ってたわり、ここにボソ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 なあ。あ、でも交渉ある。でもこれ避けるんちゃうの、あれ。上野神経を交渉は。いやいや、もう当てられて上野さんじゃない。二人とも当たるよ。これスケット来てるよ上野。まだ見てくんなせいだ。なあ、じゃあもう吉田はこんな時ぐらい。なあ、結婚指輪外しとけお前。なあ。海の力はその程度か。おお、あっちも止まってるな。上野神剣に敗北の二文字はない。どんな演出なんだ。クオ。いや死ぬんやね、ここで。あかんかったね、キリン柄とか出たけど。レインボーでしたけどね。うん。まあ、これなかなかやで、多分質素な食事とか。それはそれでちょっと楽しみ。でもレインボー出たのに外れるのはちょっと許せない。いやそうやで、ね、だからこの空特有の悪ふざけですよ。ねえ、質素の食事なんだろう。とめきちが、焼肉弁当、はい、で、五代が質素な食事と、質素の食事なんだろう。そうやろお前これ。いや逆に気使うわ。質素やな。先生食べる？あ、いらないです、いらないです、本当に大丈夫です、本当に大丈夫。上がってどうにかなるかな。早いっちゃ早いな、もう本当に早い、あっという間なんですよ。あとこれ5回やればいいだけですよね。これはいいよ、これはいいよ、うん、真似していいよ。絶対しない。なんで絶対何しない。真ん中、真ん中、上は手前です。なに、なに引いた、なに引いた、やっと見れましたね、目覚めました。簡単。とりあえずハーデス図柄紫七重を狙ったらいいねんな。そうですね。あー、でも真ん中止まりやね。これ確か挟むとフェイカー、あの、あれな、外れちゃうんですよ、外れてると。あー、挟まん方がいいってことね。じゃあ、いやー、まあ下、赤の赤がいいですよね。よし、今日確定役全部とめきさんが引いてる。おはよう、ありがと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 う、おはようございます。あー、よかった。ここしてきてください。いや、いいよ、先行っといて、行って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 、じゃあ、私の方が眠くなさそう。いいから、いいから、行って行って行って、ずっと見てたぞ。いやいや、一部始終見とったわ、ずらつけて仮面かぶんの。仮面ずれてるしな。仮面もずれとるし、でもあの大する。いや、タバコなんですけど、二人は無理なんですか、どうしても。一人やな。行ってきてください。どっちが吸いに行くの。トムキさん。トムキチか。いいんですか、ほんま。じゃあごめんな、大丈夫な。大丈夫です、ありがとう。よっしゃ、じゃあまあいっぱい乗っけたらいいよ。頑張ります。へいへいへい、へいへいへい、うい、ナイス。あ、あ、ちょ、し、しじゃねえ。しじゃねえよ。しし
あー消えたか。そしておしおしおし、うまい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 。めっちゃカットインくる。よし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 。待って、めっちゃうまい。あと1ゲームだった。やっぱもう一個取ればジャッジメントストップなんだ。よし。はい。よし。これでジャッジメントまで行きましたと。250ゲーム。あ、じゃあ300ゲームか。やりました。立派立派。立派。やりました。嬉しい。今ちなみにサマイは？サマイはマイナス1490です。マイナス？マイナス。なんで、あとのペルセポネのあれ次第ではもしかしたらこの AT でまくれるかもしれないですね。おかえりなさい。ごめん、ありがとう。全然、聞いてください、聞いてください。ペルセポネで300乗っけてストックしたの。すごい。そうなの。これもう寝とるやないかこいつ。そうなのよ。なんでお前寝とんねん。ずっと見てやんねん。見てへんわ、目つぶってたやろ完全に。ずっと見てた。お前がタバコ吸いてないでこない寂しいやろと思うからずっと見守ったんや。いや寝てたやないか今完全に。千万いきそうですね。よし。しかもなんかやっぱ。なんかピキってますよね、この赤扉。行くぞ。はい。どう思う？紫なのだと思う、止まって。うわー、くそ。しょうがない、AT中ですもんね。このペルセポネ、俺言ってみます。言ってください、言ってください。1201枚、あと354枚、まくれるね。いけますね、100枚。 100ゲーム。1回乗せたら大丈夫やな、うん、もう、なんでなんでな。やばいですよ、だっていいんです、消化中でね、乗っければなんとかなる、うん、なんでや。それはほんまに、ほんなら何枚足んないのか、100枚、179枚。179枚。いや、ここ取れないやつやろ、うん、ああ、おっと、しない。よし、けまくれたんじゃないですか。そうね、229。まあでも100近くは欲しいよな、うん、どうせワンちゃんやろここ、うん、全然いい全然いい、うん、90だから上等ですよね。うん、上等上等。新潟はでもお蕎麦美味しいやん、ヘギ蕎麦っていうのが有名で。あー、はい、はー、来た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 、あるぜ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 。とりあえず赤な、あ、紫なのと、あのハーデスの、うん、いきますよ。はい、確定？わかんないよ、確定やろ、通常時。やったかくてじゃないか、かくてじゃないか、やったー。おめでとう、ミスター、ミスター、やったー、いけたー。おめでとう、ありがとうございます。ずっと見たよ。見てへんの、もう今もう来てハーハーフーフー言いながらあのつけてんの見ましたよ。激アツからのゴッド。それも、はい、もう絶対神林から聞いた情報ね、まるまるね。何すんの。設定あげたいです。あ、タバコじゃなくていいの。設定あげてください。 OK、 じゃあ設定3にすんねんな。3にし
します。消化したらまた言います。わ、はい、かりましたあ。ありがとうございます。いやー素晴らしい。最後。328枚獲得で終了ジャッジメントいきます。このしばらくはない。あっ、あです。乗っけられるかな。待って待って。いやもうそんなもん乗せれるだけ乗せりゃいいんじゃないかな。そんなの当たり前なんだけど最低目標くださいよ。400? 400、うん、だって次設定3やろ。そう、設定さんもどちらかというとまだマイナス域なわけやん。そうですね。 100% 超えるんですかね設定さんって聞かれる。大体でも超えるのって4からじゃない、うん、だから多分 99.5 とかそんなあれやろ。やし餃子持っといた方がええって。最低400。おお、少々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 。いやまだ上がらんで、まだ分かんないけど、ほぼほぼよし、少々少々よかった。うまいうまいうまい。いいよいいよいいよ。コンボしてほしい。おーしいぞ。いいぞいいぞ。危ないか。よしよしよし。これ全部行ったりしないかな。行けろ行けろ行けろ。待って、滑ってった。あ、そうまい。よかった。いいね。あるかもしれない。よし、しまい。こんなことある？え、取らなかったりして。よし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 、しまい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 。あと500枚プラスになったらタバコ吸いに行こう。ナイス。やったー。ナイスナイス。そうか、最後のやつ乗って600プラスハーデスのジャッジメントがあるのか。素晴らしい。やったね。いいね。嬉しい。私詳しく聞いてみたい。ハーデスが1個と、分かんないのが2個あります。あ、そうか、こんな。いやー、頑張ってかけてください。いいの？これやって。え、やってください、やってください。乾燥してないんじゃん。ね、乾燥しそうですよね。おお、それうわー、ああ、怖い。しゃーない、しゃーない。これでも300枚入れるんですから。ちょっと SD 書いていい？はい。え、でもどうせなら乾燥したくないですか？いやまあそりゃそうないけど、どこまでが乾燥なんだろう。くるさこね、くるさこね。嘘やな、もうこんだけ回してなんやねすごかったですね。ちょっとごめんごめん。どうもいいですセロップ前ちょうど広がるのに。あと1個か。何が出てくると思う？ハーデスだと思う。いや、そうだ、またや。あ、ペルセントでいった。もう150乗れば同じじゃないですか、まあね、多分眠くなりますよ、自分。そうこんぐらいがちょうどええねけどな、ちょっと納得はいかんやん。なんでこんなに出ないの。そう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 。もうあれやな、ぼちぼち24時間経ってきて夕食の時間や。いや、お腹ペコペコですよ。本当ですか。今サマイどれぐらいなん。今サマイが2193枚プラス、うん、あ、めっちゃすごいやん。で、そこでタバコ吸わはったからマイナス500。あと693枚。まあでも今日はほんまにあの酒飲みながらご飯食べれんな。いやいや、今日あったやん。なんでちょいちょい使わそう使わそう、あ、乾燥？うん、乾燥した。すごい。まあでもよかった乾燥やね。え、ハーデスの乾燥これ以上増えへんってことやな。おう、ジエンドって書いてあるけど、これはもう換気もジエンドっていうことでしょう。じゃあそれも消化したらご飯にしよう。はい。いや、これでもこの台乾燥さす人珍しいんちゃいますね。珍しい絵撮れてるんですよ、うん、見せた。
あれミスター止まってる。心筋梗塞で死んでません？ミスターどうした？大丈夫。あの珍しい取り出るの分かってるから早く回せ。もうごちゃごちゃごちゃ言わんと早回せ。じゃあと何ゲームか分かれへんねん。お前らみたいなもんは。お前らみたいなもんは。花畑の感じなんだろ。疲れ様です。はい、いや、お前の見たことないな、確かに見たことないですよ、何の花畑。お腹空いた？空きました。空きました。今何の口なってる？何の口？俺？うん、これ松屋。あ、牛丼。牛丼とチゲ鍋。お前ほんま監禁来たら絶対牛丼とチゲ鍋言うよな。チゲ味噌汁、いやあれがやから俺もうほんま感動してんすよ。俺がお前の前で一回見せびらかし食うたやつやろ、監禁中。そうで、その極限状態になってる時、そう、その後えのきだと共に食ったじゃないですか、あれを。うんうんうん、もう感動して。ほんまにな、二人でもくもくと食ってたもんな。本当に嬉しかったんだ。ほんまに、あの出生してきた人の人みたいに。いや、ほんまにね。五代はえ、同じの食べたいです。同じの食べたい、うん、分かった。 VTR からスタートや。あ、そうか、すんなり食わしてもらえへんのか。そうだと思ってた。そら監禁やで、すんなり食えたことないやろ今まで。いや、そらそうなんやけども。ほんまにスイッチ切れたらそうなるんや。やばいですよね、本当に疲れてるから。いや、ほんまちゃんと休んでほしいな。そう、あ、いなくなっちゃった。若かったな。あ、あかんし、めっちゃ笑った。そうです、そうです。で、お、怖い。え、あれ違う？あれ違う？違う。どういうこと？行ってますね。どうやった？してんの？どうしてんの？ちょっと、してんの？久しぶりやな。久しぶりっすね。関係。久しぶりやな。そうっすね。腹立つな。元気に見えるか？そうっすね。何してんのこれ。見てみ、これ。これ。寝袋？寝袋、これ俺ら使ってるやつじゃん。コロナでな、俺の治療がなくなったんや。どういうこと？全部なくなったんや。今さら何の用やねん。いらへんねやろ、俺だけ。見てみよ、これ。すいません、すいません、すいません。いや、全部失ったんぞ。すいません。はい。チェキ入れる。見てみろよ。居場所もなかったんじゃん。いや、まあ、上下パーカー結構いいの着てますけどね。新しいの。ああ。大丈夫ね。金もない。お金もなんもない。お前、どんだけバッドついたと思ってんねん。何しに来たん、結局。今回で、監禁ファイナルなんですよ。最後、上野さんが出てもらって料理とか作ってもらえないかなと思って。いや、いいよ、こんな俺でもええんか。松屋がいい。そうですね、ぜひこんな俺でもええんか。最後にふさわしい料理を作ってもらえればありがたいなって。なんでちょっと喜んどんで、キモいな。わかったなあ。買い出す、すぐわかんねえ。梅吉も長い付き合いや。なんて呼び捨てやねん。俺の料理好きやろ。大好きやと思います。最後に美味しい料理しとんねん。作ったるわ。まあ、上野、ま、何に乗っかりてんねんお前。なあ、お前なあ、
上の上。ちょっと待って、写真と全然ちゃうやん、あれと動画と。これ褒められてる。そう、見てちょっと待って、これむっちゃ高菜の匂いするやん。なんなんこれお前、高菜の高菜、お前あの動画と全然ちゃうやん。え、新しい、え、あれを作ったの、あれ作った、じゃああれ作ってんけど、ちょっと匂いが出てもうて、で高菜入れたら匂いが消えるっていうので高菜入れたんや。何の匂いが出たの、ちょっとなんか変な匂いした。え、ちょ、え、お前なんなん、なんでこんなことすんの、なん、ね、俺ら友達ちゃうかったっけ。匂い大丈夫か、いや、めっちゃ高菜ない、うまいから、うまそうな匂いするけど、俺は大好きやわ。悪かった、うん、前もあったよな、お前のことむちゃくちゃパリ雑言で攻め立てた結果、俺の大好物の味をしたって悪かった、うん、美味しいです、100点満点やわ俺は。これごちゃごちゃ、どう、美味しい、美味しい、本当に美味しいけど、まあ78点ぐらいですね。78点っていうことでらしいわ。じゃあちょっとな、多分量的にもまあ足りひんと思うねんけど、まあメダルもいっぱいあるし、あとは嗜好品でなんか美味しいもん買って食ってくれ。え、ちょっと待って、何を聞いたお前らにさっき何の口って聞いた、何何、いや、だからいつでも買いに行けるでっていう準備やってんけど。あ、それらは自分らのあれで買えよっていう。そう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 、なんで、なんで俺らが食べたいもん用意せなあかんねん。え、どこや思っとんねん、ここ維持でももう吐けたら。いつまで、いつまでそこに立ってんのよ、何がないんや、なあ、なんか酸っぱいな、うん、何これ。さっきまで隠れてるけど、殺菌効果に酸っぱいもん入れたらいいとかよう聞くもんな。いや、こっちも食うてへんから分からへんわ。いや、めっちゃ酸っぱなってきたわ。でも美味しいやろ、100点満点言うとったやん。いや、美味しい思ったけど、なんか冷静に味わってみたらめっちゃ酸っぱい。まあでも絶対体にはいいはずやで、多分クエン酸、クエン酸入れとんの、わからん。え、なんでそんなもん入れんの、焼きそばに。多分腐らんようにちゃう。いや、じゃあもうそういうのもうコンビニとかに任しといたらええねん、個人がやることちゃうやん。いや、だって野外で作ったらどうしてもしゃあないやん。え、あそこで作ったやつを持ってきとったん。そうやで、要はさっき作ったとかじゃなくて。しかも前日収録日、違う別収録あったから、何日か前に作ったやつ。しゃんねん、もうな、腹立つわ。もうお箸がちゃんと餃子の王将やねん、焼きそばに作るので、とりあえず、21日目が終了ということで、はい、あと残すところあと2日48時間ということで、それと同時に、今これが配信されているのが12月31日大晦日ということで、はい、1年間皆さんお世話になりました。はい、じゃあ代表して富吉から視聴者の皆さんに最後の年末、2023年ですか、挨拶をお願いします。わかった、はい、それでは、ジャンバリドット TV をご覧の皆様、2023年もどうもお世話になりました。皆様のおかげで私たちは、日々生きていくことができております。来年2024年も、私たち全員力を合わせて頑張っていきますので、どうぞ皆様引き続きご応援の方よろしくお願いいたします。それでは皆さん良いお年を、さよなら。いや、まださよならじゃないよ。なんで、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 まだ終わらさんとってよ。締めて言うたやん。もう番組締めてとは言うてないよ。何挨拶してって言うたやん。何やな。で、今のちょっと様言うてください。はい、1日目の1日目設定1から始めまして、プラス2455枚で、これで、タバコでマイナス500枚やから1900
55枚すごいやこれは1955枚でございます現在もう出だしの頃から考えたらすごいよねそうね出だしちょっとマイナス5000枚が見えてる5000枚いったそうやばかっただけどちょっと最後にねあのゴッド引っかかったのほんまパンチが効いててああうん一撃でもう今ちょっと後ろ見えてるんですけど完走したからね、うん、ほんまやそう3123枚で、完走してジエンドって書いてあるんでああで、はい、1日目の段階で設定3か設定3にあこっから上がんねんなここから上げます、うん、次から上げますはいじゃあ明日以降の目標ってありますそうねだからまあ設定3やから多分機械詳しいことわからんけど多分 98% ぐらいはあんのかなもっとあるからありそうですけどね、うん、もうちょいありそうなだから100ギリギリぐらいの感じやからまあ明日中に6までいけたらね、うん、今日3つ上げれたから明日も3つ上げれるはずやから頑張ったら明日中に6まで上げてで明後日、うん、丸1日な設定6をぶん回してがっぽり持って帰ってっていうことをちょっと考えております、はい、なるほど明日は明けましておめでとうございますやからな配信上は1年のスタートになるような素晴らしい実践を見せてくれ。わかったか。はいはい。はいは。はいはいはい。はい。え？え？え？何？え？って何？どうしようしようしよう。さすがにないわ。これね。筋トレしたらいいじゃないか。止めてください。あ、来た。来た来た。さらに切れてほしい。かっこいいですねこれ。あ、切れた切れた切れた。これは。